ハイサイですよ、チューガナビだ、コモサーシー広めたいの上田でちょいびん、初めての方やみしちょうて歌びみせるべき、中のうちなや若り B さんに、言うそうですけれども、少し、涼しいというか、ちょっと肌寒い、今日の天気ですね、こんにちは、改めて、コモ三線広め隊の上田武信と申します。ミーシッチョーティ、覚えていてくれれば嬉しいですね、今日もですね、最近すごく嬉しいんですけれども、アメリカから金作の花が、届きました。本当に、加藤さんという方ですけれども、ヤマトン中の加藤ですって言ってましたけど、私はウチナン中の上田です。金作の花って本当に私が三線始めた頃からずっと3年間歌い続けて発信続けている歌なんですけれども、コモ三線広め隊の皆さんが打ち合わせしてるわけじゃないのに、この金作の花をですね、どんどん YouTube で発信するようになってきました。コモ三線広め隊、まあ私が発信力って言ってますから、まあ3年間 YouTube にアップし続けて本当に、自分を励ます、鏡かなって本当に思いますし、まあ、ある意味 YouTube の自分を見てどれだけ元気づけられたことか、勇気づけられたことか、そして、10年後自分の動画を見て自分しかわからないあの時の気持ち、あの時の、まあ、スキルもそうですけれども、いろんなものを感じるんだろうなと、まあ、60ちょっと過ぎの自分を楽しみにしてます。今日ですね、加藤さんの天才の花を聞いて感じたことがあります。私は、沖縄に生まれて沖縄に育って、ただ30年沖縄を離れたもんですから、うちな口方言が若やびらん、聞くことはできるんですけど話すことができないんですよね。その時に、今ちょうど、英語を自分も勉強し始めて感じ始めたことがすごくたくさんあります。例えば、ティンサグの花やチミサチにすみて、ウヤのユシグトやチムにすみて、これはウチナグチ、沖縄の方言なんですけれども、はい、同じように話してくださいというとなかなか言えないですよね。せいぜい我々ぐらいの年齢で、あの方言のシャワーをたくさん浴びた人たちだったら、ネイティブ沖縄っていう感じで話せると思うんですけれども、私も英語を勉強してネイティブの発音が聞き取りにくいんですよ。どちらかというと日本人が英語を話すのは聞き取りやすいんですけども、ネイティブスピーカーで話されるとちょっと聞き取れないのを、ちょっとイメージを変えてですね、そうか、一回でもちろん聞き取れるはずがないんで、何十回も何百回も聞けば聞き取れるはずだと思って、最近同じフレーズを何十回何百回って聞くようにしたら聞き取れるようになってきたんですよ。これがなと最近思うようになってですね、ぜひ、ティンサグの花を歌う前に、ティンサグの花やチミサチにすみて、ウヤのユシグトやチムにすみり、語りかけるような話しかけるような、言葉で一回覚えて、それから歌に入るとより、ネイティブな沖縄の民謡に近づくんじゃないかなと、ふと最近、感じました。私も何も、さっきも言いましたように30年沖縄を離れてましたので、本当に、沖縄の言葉がわからないところがたくさんあるんですよね。いい機会ですから、私もまず言葉の意味から、歌の意味から、勉強し始めようと思いました。いつもは三線を弾くんですけれども、最近なぜかですね、コムランドにギターを持ってくる人たちが多いんですよね。いつでもコムランド来た時に、私の三線にギターを合わせて弾きますっていう方がちょっと増えましたね。とっても嬉しいんですけども、ギターがもう今4つぐらい飾られてます。そんな中で、ギターなどやったことないんですけども、音楽って本来音を楽しむと書きますように、三線のチューニングに合わせたらギターもすぐ弾けるんですよね。そんなことで、天作の花ギターバージョンでお届けしたいと思います。今日アメリカから発信した加藤さんの天作の花がとても嬉しくて、子供としてアメリカにギターで送り返したいと思います。ニヘビルデビル、またやーさい。
Yeah.